私が指揮か。失望はさせません。与えられた任務は全うするわ。あの、私が留守の間はくれぐれも身の安全にお気をつけください。エリートオペレーターから教わった切断術を見せてあげる。オーキッド、配置についたわ。ここは安全です。武器を染め、戦場を沸き立たせる。皆さんが無事であることが私にとって一番の励ましになります。はい、わかりました。私が留守の間はくれぐれも身の安全にお気をつけください。この辺温度が低すぎるかな。ここは安全です。失敗しました。手はず通りに。怖がって、もっと早く傷が癒えるように手伝います。もしどこかが急に発火したら、それはただの副作用だからね。皆さん、完璧な勝利でも警戒態勢が完全に解かれるまでは気を抜かないでくださいね。
隊長はテキサスにやってもらおう。集合場所ってどこ？あの、私が留守の間はくれぐれも身の安全にお気をつけください。わかりました。少ない位置取りだね。戦ってる時は眠らない。ここだよ。では私が振りまく血で大盛り上がり間違いなし。狙って。はい。おお、皆さんが私のことを信じてくれてますから。ほら頑張れ。もうちょっとで僕に勝てるかもしれないよ。感染者の権利は感染者自身の手で取り戻す。人員配置を見せてちょうだい。気合い入れなさい。出発するわよ。ここだよ。この辺温度が低すぎるかな。ここにいたのね。悪くない位置取りだね。お願いしました。さあ、あと少し。ここはアクセス。狙って。ミスラッシュのゾフィア出撃。このチェーンソーで真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。ここだよ。ここにいたのね。抗ってみなよ。タイミングは突き当たり。ここ
僕お手製のミルフィーユ、味はどうだい？もちろん喜んで。あの、私が留守の間はくれぐれも身の安全にお気をつけください。悪くない位置取りだね。相手のターゲットは誰かな？問題なく、これで分かったでしょ。チェーンソーのうなり声が聞こえる？できるかな。ミスラッシュのゾフィア、出撃。オーキッド、配置についたの。聞いてるよ。了解しました。できるかな。治療の用意を。ここにいたのね。問題ない。即戦即決。さあ、あと少し。狙って。いい連携だったね。ハイタッチしようか。
お前の采配に対しては私にも意見する権利がある。全員規律はしっかり守ってもらう。相手のターゲットは誰かな？問題ない。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。チェーンソーのうなり声が聞こえる。戦ってる時は眠らなくて。真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。信号は安定、いつでも行けるよ。信号は安定、いつでも行けるよ。信号は安定。いや悪いね、僕は甘く見ないことね。ほら頑張れ、もうちょっとで僕に勝てるかもしれないよ。狙って。信号は安定、いつでも行けるよ。よいしょって。皆さんも私のことを信じてくれてますから。前に進むぞ。すぐに終わる。ドクター、私はここに。信号は誰が戦場で旗を武器にするんだよ。すぐに終わる。すぐに終わる。ほら頑張れ、もうちょっとで僕に勝てるかもしれない。即戦即決。諦めるな。私の場、引き上げ。さあ、あと少し。ミッションアカンプリッシュ。感染者の権利は感染者自身の手で取り戻す。チームでの戦い、慣れてるから任せて。全員、規律はしっかり守ってもらう。
聞こえる？高音、もしどこかが急に発火したら、それはただの副作用だからね。ミスラッシュのゾフィア、出撃！もっと早く傷が癒えるように手伝います。エリ、もしどこかが急に発火したら、それはただの副作用だからね。感染者の権利は感染者自身の手で取り戻す。行動開始します。自分のやるべきことは忘れてないよね。主の名を掲げ、この旗のもとへ集え。こんなセリフを一度言ってみたかったの。ちょっとからかってあげようっと。信号は誰が戦場で旗を武器にするんだよ。拍子抜けね。チェーンソーのうなり声が聞こえる？ここは安全です。タイミングはバッチリね。治療の用意を。前に君たちが敵？手加減なしで頼むよ。僕に退屈させないで。問題ない。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。この程度で止まると思うの？わかりました。このチェーンソーで真っ二つにされたくなかったら、さっさと投降しちゃって。すぐに終わる。目を覚ましてください。まずは戦況の確認から。諦めるな。信号はこれで分かったでしょ。行こう。あなたの考えはお見通しですよ。私の番ね。隙あり。この程度で止まると思うの？諦めるな。よいしょっと。ついてきて。諦めるな。ない位置取りだね。行こうしろ。銃弾の雨であなたたちを苦痛から救済しよう。私の出番ですね。集合場所ってどこ？諸君、君らの顔なんて覚えてられないけど、まあ行こうか。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。ディオ・ポーレント狙って。
長のうなりが即戦即決。アップルパイ。まずは戦況の確認から。わかりました。よいしょっと。自分のやるべきことは忘れてないよね。タイミングはバッ終わりよ。前にそこだよ。問題ない。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。バラーテ、ここにいたのね。ここにいたのね。バラージュ。ミスラッシュのゾフィア出撃。タイミングはバッチリね、ドクター。はい、私が怖いですか。本当に完全無欠を目指してるのね。まあ悪いことじゃないけど。これは交換条件に入ってないはずだよね。でもいいよ。教習オペレーターの基準は厳しいよ。私の動きについてきて。君たちが敵？手加減なしで頼むよ。僕に退屈させないで。前に進むぞ。この程度で止まると思うな。うんうん、聞いてるよ。ロックンロール。すぐに終わる。チェーンソーのうなり声が聞こえる。ちょっと乱暴だけど、硬い金属とかシェルターを切り裂くのが好きなんだ。狙ってディオ・ポーレント。問題ない。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。ここにいたのね。鮮血が武器を染め、戦場を沸き立たせる。強化しろ。気をつけなよ。そう早く切り裂かれないようにね。狙ってドックンロール。まずは戦況の確認から。悪くない位置取りだね。諦めるな。主の名を掲げ、この旗のもとへ集え。こんな凝固しろ。ロックンロール。問題ないよ。おしとや。気をつけなよ。そう、これで分かったでしょ。すぐに終わる。
ットセットのチェックは済んだ。バラージュ。諦めるな。まずは戦況の確認から。諦めるな。さあ、あと少し。怖がる。もっと早く傷が癒えるように手伝います。悪くないと思うよ。私が必要か？全員、規律はしっかり守ってもらう。行くよ。言われなくても。レーバティン。相手のターゲットは誰かな？ちょっとからかってあげようっと。問題ない。即戦即決。悪くない位置取りだね。ごきげんよう、みんな。面倒な手順は省いて。さあ、あと少し。そのうなり声が聞こえる？こうして敵を噛み砕け。奴らの血をすすれ。悪くない場所だ。私に指し死ね。諦めるな。ごきげんよう、みんな。面倒な手順は省いて。カップルパイ。悪くない場所だ。敵を噛み砕け。僕お手製のミルフィーユ。味はどうだい？私の出番ですね。人員配置を見せてちょうだい。
の顔なんて覚えてられないけど、まあ行こうか。この辺温度が低すぎるかな。ミスラッシュのゾフィア出撃。主の名を掲げ即戦即決。この血を皮肉を鮮血が武器を染め戦場を沸き立たせる。私の番ね。突き上げ。ついてきて。ああかわいそうだね。どうして。即戦即決。よし。悪くない位置取りだね。鳥のようにここでしっかり支えます。前に進むぞ。さああと少し。本当に完全無欠を目指してるのね。まあ悪いことじゃないけど。分かった。出発の時はこ…集合場所ってどこ？行くよ。嵐のように蹂躙してやる。奴らが災いを生み出し、戦争を引き起こした元凶なのか。悪くない場所だ。一匹も逃げられると思うな。諦めるな。まずは戦況の確認から。ディオポーレント。私を見下ろすな。この程度で即戦即決。ない位置取りだね。チェーンソーのうなぎさ あと少し。ここですか。すぐに終わる。このチェーンソーで真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。ごきげんよう、みんな。面倒な手順は省いてさっさと。気がねえよ。引く。この程度で止まると思うの。ビディオボーレント。指示をさせるにはまだまだ持ちま
丈夫。敵を引き倒せ。奴らの肉をすりつぶせ。バラージ。違うよ。引く。凝固しろ。一勝負行こう。行くぞ。ちょうどいい。諦めるな。ディオボーレン。君はまだまだ持つ気がねよ。感染者の権利は感染者自身の手で取り戻す。はい、わかりました。気合い入れなさい。出発するわよ。相手のターゲットは誰かな？アップルパイ。これでわかったでしょ。優雅、礼儀、そんなもの貴族連中にでも食わせておけ。私のものじゃない。行こうしろ。了解しました。ディオポーレント、この血は気に入って踊る感覚。行こうしろ。悪くない位置取りだね。すぐに。皆さんが私のことを信じてくれてますから。これでわかったでしょ。釘のようにここでしっかり支えます。すぐに終わる。ディオポーレント、すぐに終わる。この程度で止まると思うな。わかりました。ロックンロール。問題なんてあるが、戦場で旗を武器にするんだよ。すぐに終わる。おしとやかに気をつけなよ。そう早く切り裂かれないようにね。抗ってみなよ。この程度で止まると思うな。よし、任務完了。予定時間通り。怪我はしてない？ドクター。え、任務に行かないとなのかな？場所ってどこ？行くよ。嵐のように蹂躙してやる。主の名を掲げ。ちょっと乱暴だけど、硬い金属とかシェルターを切り裂くのが好きなんだ。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。狙
ち。ここにいたのね。私の出番？悪くない位置取りだね。はーい。信号いや悪いね。僕は別に信号じゃないよ。この血は気に肉。思ってたよりちょっと大変。チェーンソーのうなり声が聞こえる？行くぞ。この拳はどうだ？はっ。さあ、あと。信号は誰が戦場で旗を武器にするんだよ。行かしら。もしどこかが急に発火したら、それはただの副作用だからね。戦っているときは眠らないんだから。はっ。すぐに終わる。問題ないよ。信号は安定。いや悪いね。僕は別に信徒じゃないよ。真っ二つにしちゃうから。この拳はどうだ。気をつけなよ。そう早く切り裂かれないようにね。この程度で止まると思うの？行くよ。この顔だ。はい、皆さんも私のことを信じてくれてますから。わかった。はい、すぐに終わる。アップルパイ。私の出番？わかった。鳥のようにこか。真っ二つにしちゃうから。仰せのまま気をつけなよ。そう早く切り裂かれないようにね。普段通り鳥を打てば大丈夫。真っ二つ。あらが。即戦即決。敵を引き交わせ。奴らの肉をこれで分かったでしょ。さっさとほら頑張れ。もうちょっとで僕に勝てるかもしれない。